でね、野外っていうのは近くにある公園なんですけども、そこに屋台みたい、屋台とかあれがいっぱい出てくるわけなんですよ。そこにステージ、また特設ステージ作って、ライブ御殿山が設置して、これで、だからそこもええ加減に出ていったら、そう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 。応援に行かないからな。そうなんですけども、他からも頼むんであれなんですけども、で、今のところ、この2つが、だからこれとこれで野外なんですよね。で、ある意味いい加減なんですよ。出てくれる人、これもだいぶ8つぐらいあるんですよ。だけど音楽がほとんど出ないんですよ、そのステージにですね。南京玉すだれとか、記述やったかな、なんかそんなんとかは出てるんですけども、野外の方。なんでかというたら、アルカスの方、アルカスってなんだっけ、あれ、あそこの中にフォークとか入ってるんですよね。中でやってるもんやから、そっちが、で、言いに来たの、僕のところに言いに来たのが、一昨日ぐらいやから、別にあんまり、その、音楽はここはあんまりなくて、こっち側も、あれで、我々がちょっとあれなんですけども、まあ、どうにかなるやと思ってるんです。で、これ、朝から5日も6日も朝から夕方までやる。すごいですね。だから、まあ、オープン。あのこれ、はい、去年から行ったって言った。いや、僕全然行けなかった。去年はなかった。なかった。ただですね、これは、前、牧野のやつは、マーケンさんが出たことあるよね。ああ、ええなと思ってたんですよ。そしたら、ちょうどその話が来たもんですから。で、マーケンさん何て言ってたか言ったら、出た時には最初は客が引いてたと。で、最後は、まあ、あの人のことやからわーってやったら、もう客が最後握手までしに来てくれたって言うんですよ。で、はい、一応気になったのはね、その牧野の、お客さんはどういう層なんですか？これ、牧野のあれなんですよ。牧野商店街の、ハロウィンパーティーなんですよ。ハロウィンなんです。だから一応ここのお客さん集めてくれるのは商店街の人が集めてくれて、スタンプラリーとかやっぱりあって、ほんで特設のアレになってるわけなんですよね。ハロウィンってほらみんな家の前に、そうですね、いろいろ回って、やってるからそれを見たい。だから客層で言ったら、もう年寄りも嫌だろ、若い人も嫌だろ、そうそうやろ、本当に地域のアレなんですね。僕だから行ったことないんですよ、両方とも。ないでしょ、これないでしょ、ここの。ないだから、だからこれを聞いたことはあるんですよ。ちょっと気になったのね、子供さんが多かったら、子供向けのやつも中入れた方がいいかな。おそらく こっちかなり子供おるんちゃうかなと思うんですけどね、牧野の方が。お母ちゃんの子供連れてくるんちゃうかな。こっちもそうかもしれないけど。だからさっき言った散歩とか、ドトロとサザエさんとか、ちびまる子ちゃんとか。そういうやつか、そんな、まあ、全部それでやる方が必要ないんだけど、そうです、いい教科に行ってみて、そういうことだけかなと思って、ちょっと子供の曲やってっていう感じで、変えていかないと、子供さんすぐ帰っちゃうから、そうですよね。で、逆にお母さんが聞きたくても、子供が帰ろうって言うのもあるし、逆に子供が聞いて、お母さんが聞いて、本当そうです。みんな、ピンと聞いて、座るかどうか決まるじゃないですか、もしなかったら。
間があんねやったらちょこちょこと入れていたらそのみんなに。これさ、大体今知ってる曲やと思うよな。それ以外にやってくれてもいいから。変化をよう入ったんだな。あれ時間やったらそのまあまあ。まあ、今言うたら翼をくださいとかな。みんな知ってるような曲やったと思うかな。とかじゅうやからね。とかじゅうやから。知らないじゃん。これ場所どこなんだろう。ミソカメセナです。メセナ。本番が2時ですけども、ただカラオケはやるんです。
そうですか。レースミカやと思うんです。まあ、いけんだろうがいますけど、マークが何人とか。でかいのか。どのぐらいでしょうかね。だけど、やっぱ駐車場を探すから、結構いけると思うんで、なんか、くだらお兄ちゃんもでかいですからね。同じぐらいのキャンプ、観客数は。100とは下に200から、これ大体ね、100から150って言われてる。書いてあるんですよ、このスピーカー。だから、あそこ隣の部屋が80人。神社の音響係よく弁当さんなんですよね。弁当さんなんです。もうあのアナイスは音響係で、アナイスはこんなスッキャーに集めるの。あ、そうです。よくわかるです。あれね、だいたい1日借りたら10万はすると思う。そんな。だからね、物からね、弁当さん呼ぶかもしれない。ちょっと10日目にちょっと話してみてください。弁当さんもね、もう中国製の安物ばかり集めとくから。いやー、もうあのテレビ局のから来た金で。照明もね、ええわ、ベッドさん喜ぶと思う。野外用のやつやから、ベッドさんのものだよ、ちょっとこれは話しとくて。この曲、高橋さんのことは、この曲は名前ないですか？ねえ、聞けたよ。で、トモさんも、いや、大きな声で撮ってくださいよ。大きな声で歌いますよ。そうだったので、会うと思いますよ。写真には声が見ませんね。はい、これは結構いけるんですか、これは、こういう曲っていうのは。だけど、これは、ちょっと珍しいけどね。キーや。シーや。ヨガさん、チンソやってね。それやってもらって。私。ヨガさん、ヨガさん。いや、これは、ギターの曲は、ギターの曲は。1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3